Twitter に公式マーク取られた。この前ついたバカじゃん。この前ついたバカじゃないですか。なんでですか。さらに取られた瞬間にツイッターの公式マークの申請してみたんですよ。最大14日間、4日間以内に返事がありますみたいな感じで待ってたんですよ。すぐ却下されました。何が悪いんですか？なんでですか？すぐ却下されました。かわいそう。だってさっきまで俺公式マークだったんだよ。何悪いことしたの俺が。マジで。日々の行い？ツイートなかった。でもリツイートはしてたじゃん。いや、俺ちょっとね、これかなーって思ってるのが一個あって。みんな今日はお疲れ様って言ってさ、写真上げてた時さ、両サイドにさ、警察官の方がいらっしゃったでしょ？俺がなんか事件を起こして、そんなやつに公式マークを渡さねえぞっていう、あれなのかなと思ったんだけど、あれ、そうなの、そうかな？あれ、警察官じゃなくて、エキストラ、エキストラの人を、なんでだよ、マジで、ほんとに。ひどいよ。嬉しかったのに公式マークついて。なんで？ほんと。いやもうそれ以外ほんとにね、考えられない。いや、申請したいんだけど、なんかね、1ヶ月間できないの。却下されたら。次申請するのにまた1ヶ月間かかんの。来月の、確か今日に、また申請ができるよっていうね、感じらしいんですよ。もう今年は俺はもう、非公式人間として生きていくんで。ツアーツアーだよね。うん。いや、タンプレ公式マークください、じゃあ、みんな。お願いね。ひどすぎるよ。松丸さんになっちゃったよ。横目で松丸さんのこと見てたんだけど、松丸さんと同じ立場になっちゃった。
もう、もう、本当に、返してよ。誰？え、ソラルさんマジで食べた？ソラルさんのことちょっといじりすぎたか？放送、ソラルさんがいないところで。アナメとかの放送で。やべえ。謝りに行かなきゃ。怒ってるのかな、もしかしたら。おめえにはまだ早えって言われそう。怒らせてしまった。なんで？ね、かわいそう。はい。え、知ってた？公式マークっぽいようなことを、あのね、してても、確かね、ツイッターの規約のバンになるね、可能性があるんだよ。そう。名前の横になんか青いマークをつけて公式っぽくしてるとバン対象になる可能性があるからね、怖いよ。そう。俺はめっちゃ調べたから。オイルは知ってる。まあいいんですよ。別に俺は何も変わらないから。なんか、公式マークついてたらかっこいいなって思ってただけだし、別に俺は何も変わらないから、いいよ。意地張ってないよ。一番ツイッターで活動してんのに、インスタと TikTok は公式なのに、ツイッターだけ公式マーク取られたよ。別にいいよ、もう俺じゃインスタ使うから。インスタメインにするからいいよ。ね、もう、そうするか。ストーリー毎日もう上げすぎて、あのストーリーの欄が点になるぐらいの人みたいな感じになるよ。じゃあもうそういう風にするから。二神目っていうのか、あれお願いします。いやだわ。そうだからね、悲しい気持ちで今日は眠りにつくんだなぁと思ってます。でもメイちゃんには一個強い味方が届いたから大丈夫。それはベッドに寝転びながらも天井に投影できるプロジェクター。いいだろう、すごいだろう。みんなに自慢したかったね、これ。うん、めっちゃガジェットオタクみたいになってきてる。そう、なんか見た？え、ワンピース見てるよ、今。ワノ国編見てるよ、ワンピース。また違う猫が来た。高いんでしょ？ちょっと高かったけど、いいの。10万円はしないよ。6万円ぐらい。
そう。いや、でもね。え、でもベッドで寝転びながらずっとさ、見れんだよ。Amazon プライムとか YouTube。え、すごくない？すごいだろ？ダメ人間になっちゃう。もう目開けてるだけだから。もうワンピース見るの。やっぱ座ってる時も体に力入れるでしょ、みんなはさ。オイラは違うから。上向いて寝てたら、勝手に視界にワンピースが入ってくるから。すげえや。ね、あ、まあ、お酒は確かにそれ飲めない。すげえや。ね。そうなんだよ。ね。公式マークよりいいものゲットしてる。そうだよ。もっといいもの手に入れたから、オイラはもういいのさ。はい。なんか参加リクエストが届いた。何これ。ああ、そうだ、これなんか、電話できるんだな。ツイキャス。え？これさ、どうやってさ、参加リクエスト来ないようにするの？わかんないの？もうなんか、新しい機能つきすぎてもよくわからん。いや、今俺もうリスナーと話しまくってるから、今、特典会で。うん。また明日だから。それは。うん。明日も特典会だから。ね。3日連続でーす。お疲れ様、ありがとうね。ありがとう、ありがとう。いやいやいや、たくさんいろんな人とね、話せてね、嬉しい限りでございますよ。はい。緊張した？いや、緊張しないでしょうね。緊張しません。うん。照れた？あれね。いやーね。ねー。いや、なんかね。難しいよね。はい。なんかこう、応援してくれるメイファミ全体のことは好きですよ。はい。ね。はい。なんか、ほら、個人ってさ、またちょっと変わってくるじゃんね。うん。ね。はい。なので、そういうね、なんか恋愛的なあれの話になってくるとちょっと困っちゃうので、やめてもらえると嬉しいなという、はい。そうそうそう。感じでございます。ねえ。はい、ありがとうございます。気持ちを受け取らせていただいておりますので。ねえ。はい。難しいですけどね。いやー、重くね、考えないとかね、じゃなくて、なんかこう、軽々しくあんま口にしたくないよね、やっぱりね。うん。っていう感じですよ。
好きだよ、好きだよ、好きだよ、好きだよって。ダメじゃん、なんか。好きだよマシンじゃん、それ。ねえ。うん。好きだよマシン。そうそうそう。ねえ。そうはなりたくないので、はい。察してくれると。はい。ありがとうございます。あ、そう、あとね、そう、特典会ね、あのね、電波がね、悪いとね、接続されない場合があって、でね、めちゃくちゃ待ってギリ接続される子って大体外なんですよ。そう、今後ちょっとさ、やる人さ、そこだけちょっと注意してね。 Wi-Fi、 いや Wi-Fi でもその通ってるネット環境が結構細すぎると、あのね、声聞こえなかったり、声がバグったり、映像がバグったりするから、そう。そうなんですよ。だから、まあ本当は、それサポート対象外なんですよ。やっぱりそれをね、そのみんなの環境の問題だからさ。その線引きが難しいねって今スタッフたちと話してるんですけど。そうそうそう。ね。っていう感じよ。いろんな問題が。でもなんかいい感じでまた新しいことできてる感じするので。うん。また特典会やろうと思ってますか？そう、次回もね、やろうと思ってるんだけど、ね、すごい難しい判断を今してるんですけど、抽選にするかも。ただめちゃくちゃ多い人数与えようという気持ちはあるので、やっぱ次回キャパシティもね、超増えてきちゃって、全部やるってなるとね、多分今の感じでいくとね、まあ2週間ぐらいかかる想定なので、そうそうそう、ごめんな。でもまあでもね、かなりの人数今回みたいに当てようかなと思ってるので、そうそうそう、いやなんかでもなんかみんなが距離を感じるようなことをね、なるべく俺がしたくないっていうのがね、すごいあるんですよ本当はさ。なんかやっぱりそのなんかこうさ、みんながみんな同じなんかこう機会を与えたいというさそう気持ちではいたんだけど、難しくなってくるな。そうそうそう。っていうのとね、そう、まあ、なんでもない。そうそうそう。ねえ、だから、まあ、やっぱり、そうそう。いや、まあ、あんま言いたくないけど、まあ、やっぱり、全員が全員話すからさ、なんかこう、その人の、あれにはないんだろうけど、こう、なんて言うんだろう。本心というか、あれではないんだろうけど、結構そう、なんて言うんだろうな。難しいな。精神、衛生上あんま良くないようなことね、言ってくれたりとか。まあそれで、わかんないんですけど。まあそういうのね、省くためにも。そう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 。ねえ、まあ、大変ですけども。でもやっぱりみんなのね、いやでも、いや、こんなんね、本当に 0.00 何パーセントなんですけど、そう。いや、そういう人たちはね、ID とかね、あれ、あれ、あれ、全部メモってあるんで、次当たりません。
はい。なんで大丈夫です。はい。そうそうそう。だからいいんだけど、そうそうそう。だからそういうね、あれのせいで変わっちゃうって思われるとなんか嫌だなと思ったけど、それじゃなくて、やっぱ単純にもうその、時間と、あれがいろいろ伴わなくなってくるなっていう。そうそうそう。いやもうほぼみんなめちゃくちゃけなげで応援してくれてるみんなだから、もうめちゃくちゃ嬉しいんですよ。うん。そうそうそう。全然無理はしてないんで大丈夫ですよ。楽しんでやってます。うん。無理してたら多分こんなとこ言わないから。そう。ね。はい。まあ今後もだから一応やろうと思ってるので、はい。ねえ。そうそうそう。ありがとう。ありがとうございます。だから今後でもね、まあネットもあれだけどさ、まあね、物理的に来れない人みたいな人もいるけどさ、やっぱね、コロナとか明けてきたらさ、対面とかね、できるようになったらいいよね、なんかね。そうそう。握手とかは多分無理だと思うけど、なんか。ね。そう。お渡し会ね、なんかね、なんかできたらいいな。うん。そう。って思ってまーす。死ぬけど大丈夫。死んじゃったらダメだよね。うん。AED? うん、なぜか俺が、倒れるかもしれない。うん。そうそうそう。まあ、今年は、明日が最後か、特典会。で、来年に1回残ってるみたいな感じなので、あと2回分ね。はい。参加される方は、よろしくお願いします。ね。明日も楽しみだ。はい。ちょっとね、じゃあ今日、こんな感じにしようかな。でね、歌ってみたもね、今ね、ずっとミックスしてんだけどね、やっぱ寝る前とね、早起きしてね、ミックスしてんだけど、なかなかね、こう、しっかりやり込めなくて、そう、まだね、終わってなくて、明日終わったら次の日が一応ね、お休みの日にしてるから、そこで仕上げて、多分その次の日に投稿ぐらいになるかな、というイメージです。ごめん、ちょっと遅れちゃって。うん。かよ、わかんない。ちょっと、うん、そんぐらいなんで、はい。ひとまず、そんな感じで。じゃあまた、明日、うん。終わりまーす。じゃあねー。バイ。バイ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 。